と、こんにちは、武隆さん、はい。まあ、先日日本ハムの斎藤佑樹投手が、うん、まあ、引退を表明しましたね。そうだな、まあ、いろんな人が引退をね、はい、シーズン待たず、はい、まあ、これドラフトの関係なんだろうね。10月11日がドラフトだから、はい、だからある程度こう枠を確保するために、はい、まあ、通達していってるよね。だ今ね、ネットでも続々とどの選手が引退とか開校とか出てますけれども、うん、ちょっとまあ、斎藤佑樹投手といえば、うん、もう高校時代からすごく注目もされて、2010年のドラフト会議 も、うん、もう非常に注目されましたが、斎藤、うん、さん、今日はですね、斎藤佑樹投手がドラフトにかかった年のドラフトに同じくかかったこの選手、投手すごいというのを、うん、ちょっとクイズ方式で、クイズというか豊さんに問いかける形で、はい、はい、いきたいと思います。まず、はい、やっぱ斎藤佑樹投手すごかったですけれども、さ、同じ世代ですごかった、まあ大石だよな。そうです、6球団なので最多なんですよ、あの年。いや、もうどうなっちゃうのみたいな、すごかったですよね。大石、福井だよね。そうです、福井、サンバガラスと言われた。そうそうそう、はい、そうです、そうです。で、大石選手は西武がそう取ったんですよ。福井投手は広島です。そうです、ね、広島から今もう楽天行っちゃってるじゃんね。そうなんですよね、うん、で、大石投手はもうね、一足先に引退されたので、まあ、そのサンバガラスは注目でしたけれども、まだまだいますよ、たくさん。他覚えてらっしゃる、います？他ね、はい、大野雄大。そうです、大野雄大がコメント出してたんだよね、はい、ゆうちゃんに対してね、うん、大学時代、うん、ゆうちゃんに勝つためにみたいなね、はい、まあ、名を上げるためにゆうちゃんに投げ勝ちたいとかさ、はい、まあ、そういう夢を抱かせてくれたピッチャーだったというようなコメントを出してたけどもね、はい、だから大野雄大でしょ。そうです、佛教大から中日ドラゴンズに1位指名で行きました。すごいよね、今ね。だって去年は沢村賞取ってますからね。ゆうちゃんできたんじゃないの。まあまあまあ、そうですね、まあ、うん、まあ、まあまあしょうがない、しょうがないですね、うん、こればっかりは。まあ、大野雄大とそうです、はい、この同じ2010年のドラフトかかってます、うん、ちょっとかぶるのが88年世代なので、例えば田中投手だったり坂本選手なんかと同世代ですけれども、うん、ただ高校卒業して行ってるので、うん、この年よりも前には入っちゃってるので、うん、沢村、正解、中央大学から、うん、そうです。だから沢村もそうだし、美馬も多分社会人行ってるから、そうです、同じ時のドラフトだと思う、後輩だから。美馬投手、東京ガスから楽天で、2位で行ってます。そうだよね、はい、楽天は大石選手がちょっと取れなかったので、うん、2位という形で、美馬投手、まあ、あの時は沢村は巨人しか行かないと言ってましたもんね。まあ、巨人と中央のラインみたいなのが、うんうん、ね、新之助もそうだし、はい、まあ、亀井もそうだし、はい、まあ、そういうところであるのかなっていうような感じはしたからね、はい、やっぱ沢村も巨人に行きたかったというね、うんうん、さあ、あと誰がいるんだろうね。じゃあ例えばセ・リーグで、うん、まあ、中日だったらさっき大野雄大投手が1位指名で行ったんですけれども、はいはい、阪神、はい、大石投手取れませんでした、はい、まあ、外れ1位っていう言葉もあれですけれども、それで1位で引いたのが大学生、東京ガスからです。東京ガスかよ。東京ガス多い。東京ガス強かったからね。強かったんですね、うん。うん。ピッチャーです。ピッチャー。はい。左ピッチャー。左かね、右かちょっと忘れちゃいました。あんまり出てないのか。いや、あれ今映ったのかな。いやいやいや、めっちゃ有名ですよ。榎田投手。ああ、映ってるんだ、西武。そうですよね。榎田投手がこれ1位で阪神引いてます。東京ガス。なるほど。はい。で、まあ、ジャイアンツは1位が沢村投手だったんですけど、はい、この時2位で指名したのが、引いたのが今宮国か。そうです、今 DeNA にいる宮国投手です。そうです、糸満から。糸満からな、はい、はいはい、そうです。そしてヤクルトは斎藤佑樹投手行ってるんです。ダメだったんです。次の選手もダメだったんですけど、3番目で取った選手がいます。テツト。そうです、山田哲人選手ですよ、履正社から。すごいなぁ。いや、今や3割30本30通り3回やったんだろう。そうです、もうビッグな選手ですよ。すごいな、はい、
そうです、まさに。いい選手いるなぁ。この世代いるんですよ、このドラフト。今やもうチームの中心になってる選手が多いね。あ、確かにそうですね、年齢的にもそうですね。年齢的にな、はい。さあ、広島。広島。はい。まあ、サンバガラスのうちの。ああ、だから福井でしょ、はい、そうです。美味しい投手行ってダメで、福井投手を取りました。そうそうそう。はい。で、この時の2位は、中村恭平投手。投手が多かったんですよ。うん、いや、やっぱりピッチャーが多いよね、ドラフトはね。あ、やっぱりそうなんですね。この年は広島は 1,2,3,4,5,6,7 人投手の1人捕手だけなので、ほぼほぼ投手ですよね。なるほどな。さあ、はい、ベイスターズです。まあ、大井選手行ってダメでした。宇高さん早く言って。俺は面白い、はい、あ、須田。あ、そうです、須田投手、東日本。2位が鏡。そうです、そうです、そうです。そうだよな、構成から。もう今、そうそうそう、今は何どうしてますか。どうしてるんだろう。いや、須田は社会人に戻って、あ、戻って年最後で多分優勝したはず。あ、そうなんですね。そう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 。3位、豊さん。3位、はい、豊さんも可愛がってたと思う。ああ、荒波か。そうです、トヨタ自動車。荒波やな、はい、ドラフトかからない、かからないっつって遅咲きで入ってきたんだよね。そうだったんですね、トヨタ自動車から。納得したよ、遅咲きなのは。そうだったんですね、なるほどと。お前ね、みたいな。いや、でもまさに2010年の斉藤佑樹との世代のドラフトですからね。そうだな、はい。さあ、続いてパリーグ行きましょう、はい、ソフトバンク、斉藤佑樹投手行きました、はい、でもダメでした。まあ、いろんな選手いますけれども、やっぱりナンバーワン目玉取ったのはソフトバンクが1位。1位は習志野高校から山下捕手を取ってるんですけれども。ああ、山下ね、はい。2位です。注目は柳田。そうです、柳田。年齢的にそうだよね、はい、広島大。いや、広島経済大学。そうです、広島経済大から。すごいな今でもビッグな選手たちいますよ。いや、いるいる、はい。さあ、西武ライオンズ。まあ、西武はね、もう大石投手取りましたけれども、はい、2位、誰を取ったのか。2位、はい、2位です。メジャーにも行きました。今違うチームでやってます。牧田。そうです、日本ツーンから牧田投手です。いいドラフトしてんね。すごいんですよ。で、3位この年の西武。いや、西武ね、神がかってます、本当に。今度は外野手です。あ、同級生だ、はい、外野手。外野手です、秋山。そうです、今メジャーで活躍してる八戸大から秋山翔吾選手取ってるんですよ。すごいな。いや、だから西武はドラフトいいね。はい、良かった年です。続いて千葉ロッテマリーンズです、はい。まあ、斉藤投手を取りに行ってダメでした、はい。そして1位で取ったのが有名、今ね、コーチされてます、この方はですね、東海大。そうです、キャプテンやってました。あの、菅野投手の一つ上です。キャプテン当時やってました、石峰。そうです、石峰選手を。これ、あの、全日本に入ってたよね。入ってました、なので。そう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 、覚えてる覚えてる。伏見選手とか一緒にやってますよね、確か、うんうん、オリックスもな。そうです、そうです、そうです。この年の千葉ロッテマリーンズの2位がピッチャー、立正大から行った南投手。多分ね、めちゃくちゃ強肩だったんだよ。あ、そうなんですね、うん、立正大から。さあ、続いて、はい、日本ハムファイターズです。斉藤佑樹。そうです、そうです、もう引きましたからね。2位は、じゃあハムは誰を取ったのでしょう、ドラフトで。高校生。そうです、智弁和歌山です。ああ、智弁和歌山か、西川遥輝、はい、そうです。西川選手もそうだったんですね。まあ、4つ下だけどね。あ、そっか、そうですね、そうですね、大学からと高校からだから違いますもんね。2位なんだ、あいつ。そうなんですよ。まあ、いい選手だ、いい選手だよね。まあ、そうですよね、うん、今も頑張ってらっしゃいますし。そしてオリックス、うん、1巡目で引いたのが大石選手、大石としてダメ、うん、次、石峰選手行ったんですけどダメで、3番目、山田哲人選手行ったんですけど、ダメだったんですよ、オリックス。これ、岡田監督の時じゃないの、多分。多分そうだ。岡田さん、多分、苦渋が悪いんだよ。ダメですね、引いたら、うん。そして4位で、まあ4位というか、まあ4番目に取ったのが、外野手です。外野手。はい。下の名前で登録。後藤俊太。そうです、そうです。あの、高卒で初めてなんか外野手、レギュラー取ったみたいな。後藤俊太ね。後藤俊太選手、前橋商業。いやいや、もう、あの、イチローとか言われてたよね。あ、そっか、いや、ほんとほんと。あの、アンダ製造機って言われてた。あ、そうなんですね。そうそうそう。
だからこの年すごい俊太選手が高卒の外野手でレギュラーみたいなのが話題になりましたからね、うん、さあ最後楽天、はい、まあ大石投手行ったんですけどダメでした。そして2番目に取った選手がピッチャー、そうです、八戸大から塩見、そうです塩見投手を取りました。お最初にで2番目に取ったのがさっき豊さんも言った三馬投手です。そうです、東京ガスからのっていう、いや結構なチームの中心になって活躍してる選手が多いね。いやほぼほぼですよ、本当に大豊作だった。そうだね、ドラフトだし、これスカウトの方もあれですよね、どの選手をじゃあ1位指名とか、あとちょっと牽制して、まあチームの状態とか、はい、何が不足してるとか、うん、そういうところからのチョイスだと思うけども、はい、今名前が挙がった選手の中で、うん、やっぱ名前はナンバーワンだなその当時斉藤優ちゃん、まあそうですね、そりゃそうだよ、確かに、うん、本当野球界だけじゃなくてワイドショーだったりとか、うん、もういろんなところからやっぱり注目集めてましたし、そうだ、ね、ただまあ大石投手であったりとか、まあね、斉藤投手もそうでしたけども、ただ必ずしもその強豪だったり1位指名される選手がすごくじゃあその第一線でなるかっていうと、なんだろう、そうじゃないやっぱり選手たちもいますよね。まあ、確率はドラフト1位で活躍する確率の方が高いけどね、うん、はい、まあ、それだけやっぱこう素質もこう溢れてるというかさ、うん、まあ、その順位ごとにこう落ちていくのかもわからないし、はい、順位ごとにチームの状態っていうのがよくわかるよね。そうですね、だからピッチャーが不足してんだと、もうピッチャー広島なんか、ね、はい、7人中6人指名してるわけでしょ、はい、そういった意味では、まあ、ピッチャーの数っていうのはねすごく豊富であってほしいし、はい、まあ、でも柳田とか山田哲人とかね、すごいね、すごい選手やっぱり、まあ、秋山メジャー行ってるしな、はい、もうだから数々のね、その、まあ、賞というか取った選手であったりとか、もう全日本で活躍している選手が、うん、まあ、今でもこうやってこのドラフトにかかった時の選手が活躍してるっていう、大豊作というか、まあ豊作だけど、ゆうちゃんが引退してから、はい、まあ、その前に引退している選手もいるけど、うん、はい、まあ、ポツ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 かけていくんだよね。そうですよね、だから、まあ、でもできるだけ長くやってほしいね、やめるのは簡単だから、うん、続けることが、ね、難しいからね、そうですね、難しいことに挑戦していってほしいなと思うね。そうですね、はい、はい、